皆さん、どうですか、チョリティです。あ、おかしい、お兄さんですけれども、今回12月10ライブツアー決まりました。タイトルは、タイトルは何ですか、ね、オリエン。あ、何オリエン、オリエン、オリエン、オリエンって言うと多分分かりにくいから、すべてを、そう、オールインっていうことですよね。はい、なんでオリエンにしたんですか。それはですね、今回、チョンジ君がいないじゃないですか。でも、5人で全てをかけて皆さんに、皆さんを楽しませようと思って、ちょっと、タイトルを決めました。どうですか、そうですよね。やっぱり、今回、僕たちの最高のパフォーマンスを、チョンジ君の皆さんに見せようと思って、はい、タイトルも見つけられて、オリエンでした。そう。そして、こうやって、ヘアメイクとか洋服も、ちょっと大人っぽく、皆さんに。そうですね、最近5人は結構ファッションにハマってるんですけど、今回ライブの衣装どうですか。ライブの衣装のコンセプトは、ちょっとこう、何て言うんですかね、ちょっとこう、もっと皆さんが巨人勢にのファンだ、ファンだ、自分が巨人勢の、ちょっと自信を持つことができるような衣装だと思います。そうですね。絶対負けない、他のアーティストには負けないぐらい、こういう。はい、僕たちの衣装も楽しみにしてください。そして、孫くん、はい、どうですか、何日からスタートですかね。あ、12月、もう12月で、16日から、16日まで、29日まで、半年で、4日以上、はい、皆さんは会いに行きますので、ぜひ待ってください。何回やるんですかね。9回です。9回ですか。そして、はい、メンバー、それぞれの、ちょっと僕たちがステージの上で、ちょっと対決。勝負をしますけど、今全部周りのみんながライバルみたいな感じですよね。そしたら一人は誰とライバルですかね。それはまた秘密の楽しみことで。そうですよね。はい、そして今まで一言も喋ってない、ちょっと一人、ファンの皆さんに、はい、なんかメッセージ。肩に何とかけてる。何これ。ちょっと大場じゃん。時間あれば。ないでないでない。はい。じゃいいよ。できる皆さん、時間あれば、来てください。それ言うためにわざわざ僕は来た。それだけですよね。時間がなかったらどうしますか。時間がなかったら、時間を、作って、来てください。ということで皆さん、ぜひ今回の12月のライブ、オリエン、楽しみにしてください。以上、チョリティでした。